ちは。今回はランニング中の姿勢が劇的に改善する背中の使い方をお話ししていきます。この動画はランニング中に姿勢を改善したいという方が背中を鍛えると劇的にランニングのフォームが改善しますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。実はランニングをされている方が一番気にしているところ、それがフォーム、ランニングの姿勢を直したいというところなんです。そもそもランニング中の姿勢、つまりランニングのフォームを改善するとどうなるか。ランニングフォームがいい、つまりランニング中の姿勢がいいということは、ベスト言い方をすると体をうまく使えてるということなんです。体がうまく使えてると筋肉がその分上手に使えるようになって、つまりスピードが上がったりとか楽に走ったりすることにつながります。また効率のいい走りや無駄のない走りにつながってきますので、マラソンを走る方は30キロ以降、つまり後半の失速を防ぐことになります。そしてこのランニング中の姿勢、つまりランニングフォームはなぜ背中を意識するだけで劇的に改善するのか、これを理解しておくことによってあなたのランニングフォームというのは劇的に改善します。まず背中の筋肉というのはこのように僕たちの背骨の周りについていて、こうやって体をのけずらしたり、もっと言うとこのまま姿勢を直立で保つときに使われているんです。要はこの背中の筋肉がうまく使えているということは、ランニング中の姿勢、もちろん立っている時の姿勢もきれいに保てるということなんです。ランナーでトップアスリートの方はもちろん、オリンピックとかで素晴らしい成績を残されている方なんかは例外なく背中の筋肉ですね、この背中の筋肉、背中とかお尻ですね、この辺りの筋肉がめちゃめちゃ発達しているというので有名です。マラソンランナーでも大迫傑選手とかね、背中の筋肉めちゃくちゃ綺麗についてますよね。要はこの背中の筋肉がうまく使えているといいんですけども、一つ問題があります。それは背中の筋肉がうまく使いづらいということです。僕たちは体の見えるところ、つまり体の前側ですね、胸やお腹の筋肉っていうのはめちゃくちゃ意識しやすいんですが、見えないところ、要は目の届かないところっていうのは実はすごく筋肉意識しにくいんです。特にスマホを触る習慣が増えたりとか、一日ずっと頑張ってネットワークをしている方なんかは、特に背中が丸まって猫背気味の方ですね、こういう方っていうのは背中がのけずるんじゃなくて丸まってうまく使えずに、逆に胸周りや腹筋の筋肉がバチバチに固まってしまって、特に背中の筋肉っていうのは意識しづらくなります。特にランナーの方っていうのは競技特性上前を向いてやっぱり走りますよね。なのでやっぱり疲れてくると首が前に落ちたりとか腕振りが前になってしまったりしますよね。なので背中の筋肉をうまく使えていない人っていうのはやっぱり競技特性上どうしても丸くなってしまう傾向にもあります。なので背中の筋肉を意識して使う、自主トレをしっかり行って背中を使えるようにするっていうのはめちゃくちゃ大事なんです。まとめるとランニングフォームは速く走ったり楽に走るためには超大切、そして背中の筋肉っていうのは上半身をのけずらしたり保つためにも超重要な筋肉、特にランニングの姿勢を保つのにも超大切。ただし現代人はライフスタイル上うまく背中を意識できない方が多い、そしてランニング中もうまく背中を使わずに猫背になったりとか腰が落ちるランナーっていうのも非常に多い。以上の理由から今から背中のトレーニングをすることに異論はないと思います。ぜひ疲れなくなるため、速く走るためのランニングフォームを手に入れるために頑張っていきましょう。それでは早速始めていきましょう。最初に言っておきます。結構きついです。あと背中ってね、うまく使おうと思ったら結構腰に、ね、ストレスかかってしまう方も多いので、腰にストレスかかってるとか腰が痛いなっていうことはあまり無理をせずに行っていきましょう。まず1種目目、手を四つん這いについていただいて、四つん這いについていただいて、このポジションですね。このポジションの時にもう顎は上がったりとか背中がこうやって丸くなってしまうから、こういう方っていうのはかなりもう猫でですね、背中を丸くする習慣が身につきすぎてしまっていますので、このポジションを取るだけでもかなりトレーニングになります。そしてこのポジションをしっかり取れるよっていう方は、このまま足を伸ばして、そして対角線の手を伸ばします。このままこの手足を上下、このように腰取りすぎないようにお腹にしっかり力を入れて、これを50秒行います。手をしっかり上に上げて、手と足を近づけるのごとく上下していきます。やってくるとね、結構しんどくて背中こうやって、ね、丸まってしまう方も多いので、背中丸めないようにお腹に力を入れて、背中の筋肉とお尻の筋肉を使って上に上げます。50秒結構長いですね。このポジションを取るのがしんどいという方はこれ終わっとくだけでも十分背中やお腹のトレーニングになります。いけるんであればこうやって一緒に動かしてください。
OK、 一回力抜いて、では反対を行いましょう。同じように結構ね、この左右差あります。反対側苦手だよっていう方はさらにしっかり意識して行ってみてください。でもこのポジションでね、さっきも言いましたけど、これで結構きついんだなっていう方はこのまま止まっておくだけでも背中や体幹のトレーニングになります。いける方は上下運動、動かします。きつくてもね、呼吸は止めないのと、あとは姿勢最後までしっかりと意識してください。じわーっと汗かいてきますね。さあ頑張って、あと少し。あー OK、 軽く一回肩を回して、次の種目はベターっとうつ伏せに寝転びます。これで手を伸ばして上体を上にぐっと反らす反らす反らす、これを50秒。ポイントは指を最後下までつけてしまうと楽になっちゃうので、上げてギリギリまで押す、上げる戻す。結構ね、これ腰にストレスを感じる方もいらっしゃいますので、お腹に力、お腹の力が抜かない。これでも腰が痛い方はあまり無理をせずに。ああ、これかなりきついですね。今僕の背中もバチバチきてます。あと少し頑張って。肘ね、肘しっかり伸ばして。肘曲がらない。肘曲がらない。最後の3種目目いきましょう。さあこの最後の3種目目ね、手を伸ばして、さっき片足片手片足できましたね。このまま手を上に上げて、このまま手を後ろ前前からものを引っ張るような感じ。これを50秒。よいしょ、よいしょ。もちろんね、手パーでもいいです。これかなりきついので、床に地面をついて超えるだけでも結構きついですよ。いけるんだったら手を上に上げて、後ろ前、これきついからといって、あとこうやって上げるとね、首になりますので、ちょっとちゃんと下を見ながらね、こうやりましょう。ちょっとじゃあね、背中こうやって丸めてストレッチしましょう。これ僕今テイク2です。最後の3種目目取れてなかったんですよ。はい、 OK、 お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。いや、汗がすごい。ちょっとね、最後の1種目目取れてなくて、 あれだけ2回やったんですけども、滝汗状態です。はい、いかがでしたか。結構ね、背中の筋肉って、まあ、大事だなって分かってるんですけれども、なかなかこうやってね、自主トレで鍛える機会ってないと思うんですね。でも自主トレめちゃくちゃ大事です。自主トレでしっかりした後にランニングをすることによって、ランニング中も意識がしやすくなります。いきなりね、ランニング中だけ意識しようっていうのは結構難しいので、まずはこうやってね、筋トレの動作や単純な動作、日常の動作からしっかり意識ができるようになってから、ランニング中の動作に落とし込むっていうのを必ず頭に入れて、この自主トレっていうのを励んでみてください。もちろんこの自主トレだけやればいいっていうわけじゃなくて、この自主トレになって、さっきも言いましたが、背中の筋肉やね、他の筋肉を意識しやすくなった上で、ランニングっていうのに自分で落とし込んで考えながらね、走っていただければ絶対皆さんの記録は向上していきますので、ぜひ僕と一緒にね、頑張っていきましょう。以上です。本日のご視聴本当にありがとうございます。
こちらのチャンネルではこうやってランニング中の体の使い方や体のトレーニング、そしてランニングの知識っていうのを皆さんに提供しておりますので、今日の動画参考になったという方はぜひ高評価ボタン忘れずによろしくお願いします。チャンネル登録もこれを機会にポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。